魔剣 X はドリームキャスト用 3D アクションアドベンチャー。PlayStation2 で改良移植版の魔剣校が発売された。新、女神転生シリーズやペルソナシリーズを作ったアトラス第1開発部によるソフト。プロデューサーは岡田浩はじめ、ディレクターは橋野勝ツキャラクターデザインは金子和馬、作曲は小形隆弘、目黒マッサなど。 主人公はパッケージに描かれている少女、K ではなく、魔剣。ブレインジャックによって他のキャラクターを乗っ取り、精神状態は K でありながらも、肉体を変える形で操作キャラクターを交代させることができる。タイトルは XX をもじって、こうとしている。システム変更が顕著であり、ドリームキャスト版では、静止画だったイベントシーンをすべてムービー化。また、 3D 予約を起こしやすいと不評であった主観 3D 視点を主人公の背後からの第三認証視点へと変更している。一部の操作キャラクターの技なや効果、ポーズなどにも変更が加えられている。他には一部の音楽も変更されている。ステージ中ではセーブポイントが追加されていたり、ステージ中のみ消費アイテムを一個キープできるようになっている。 ブレインジャックした肉体の支配率を100%にすることで初めてエキストラ技を使えるなど成長システムが盛り込まれている。ドルビーサラウンド対応のスピーカーを使用することにより立体音響を楽しめる。金沢総合学術研究所ではイマージュを利用し精神病を治療することを目的とした魔剣計画が最終段階を迎えようとしていた。魔剣のイマージュを覚醒させるためには 風剣士の一族の遺伝子が必要で、その一族の青年、李ツメが被験者となった。研究員や研究所所長、相模博光、そして彼の娘、カツラが見守る中、魔剣を誕生させる準備は進む。だが、覚醒を目前に控え、研究所は突如現れた産業界という謎の武装集団に襲撃される。ツメはカツラをとっさにかばって致命傷を負い、 絶命。ひつめの理不尽な死に起こったカツラは、襲い来る、産業界に戦いを挑もうと魔剣を手に取った。その瞬間、魔剣は、彼女の遺伝子に反応して目覚め、カツラにブレインジャックする。だが、本来相手のイマージュを完全に支配するはずが、なぜか、カツラに対しては、完全に支配することなく、共存する形で融合したのだった。産業界は、 相模署長を拉致して、ヘリコプターで連れ去った。K は父親を助けるべく、魔剣と共に署長を連れ去った連中の後を追うので、会った。魔剣 X アナザーというタイトルで、林田玉が執筆した前3巻からなるゲームの、コミカライズ。月刊マガジン Z で掲載され、講談社から単行本化されている。ストーリーの流れは一緒だが、人間関係が、 ゲームよりもさらにこじれているのが特徴。ブレインジャックにおける精神世界でのやりとりが重点的に描かれ悪魔の人格を持つコウなどのオリジナル設定や激しい暴力描写も見受けられる。その独創的な手法や斬新な表現方法を金子和馬や岡田コはじめが絶賛している。二千八年十二月にエンターブレイにより再編集版である魔剣 X アナザージャックが 全2巻で発売されている。マケン X アフターストレンジデイズというタイトルで、ファミ通文庫より2000年4月1日に発売されたゲームのノベライズ。ストーリーは後日談となっており、著者はカ木ラ文、イラストは川崎厚氏が担当している。ありがとうございます。